どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は10代女性の方です。隣のクラスの好きな男子に LINE をこまめに送ってたら既読スルーされるようになってきた気がします。向こうも LINE 交換した時はすぐ返してくれてたのに嫌われてきたってことですか、とのことですが、どう思いますか？ちょっとこまめすぎたんじゃないですかね。やっぱ適度な頻度とか適度な距離感ってあるじゃないですか、それがその好きな男子に合わなかったっていうことだと思うんですよ、っていうか、まずあんまりこまめすぎる連絡って女の人より男の人の方がちょっと嫌でしょ。そうですね。だからちょっとね、まめすぎたんですよ。ちょっと鬱陶しいなみたいな、あとはなんかそこまで聞いてこなくてもいいのにっていうようなこととか、あとは逆にどうでもいいようなこととか、そんなことを LINE されてくるとちょっと嫌だなっていうふうに思われるから、だからその内容とかも含めてね、なんか今送る段階なのか、そういう仲なのかっていうことも考えて、やっぱね、頻度って大事ですよ。大体、具体的にどうしたらいいんですよね。なんか30分に1回ぐらいがちょうどいいっていうのもありますけど、お互いの波長が合うなら30分に1回でもちょうどいいかもしれないけど、まだその合わせる段階にいるときに30分に1本っていうのも多いのかもしれないね。まあ、盛り上がってる時ならね、その場で返してもいいと思いますけど、そう流れあるからさ、なんかまたなんか新しい話題をね、30分に1本とかそんな感じだったらさ、多いじゃない、だからそのラリーがうまく続いてる時のペースと、なんか自分から新しい話をこう持ちかけてのペースだったらちょっと頻度も変わってくるだろうけど、なんかいきなりね、なんかテレビこんなの見たみたいな感じでそんな新しい話を振るんだとしたら、ちょっとそれはたまにの方がいいですよっていう、今だったらその面白かった TikTok とかも簡単にポンポン送ったりして共有したいっていう女性も多いみたいですけど、まあ好みも違いますからね。ツボはね、結構違ったりするからね。で、それで共感するされないとかそういうのとかでもね、いろいろあるかもしれないけど、まあね、あの女子の方が共感能力は高いですからね。そうね。そうだから共感してほしくて男子に送るのはちょっと間違いかなって、まあ、特にね、こうスマホだったらその容量が増えてったりするのもなんかちょっとイラッとするかもしれない、そういうのは10代ならではのなんか細かい悩みもあるかもしれないですね。だからね、とりあえずね、あのこまめに送りすぎるのは、うざがられる傾向にはあります、はい、気をつけてほしいです。ここは既読するってことは、まあ、そういうことですよ。まあ、相手の返信内容も見た上でってことですね。そのどんなペースで送るかは、基本はもう30分から1時間に1本ぐらいで思ってれば、その10分に1回とかはちょっと男子は重いかもしれないので、じゃあそういったことで、はい、参考になってもらえたら嬉しいです。じゃあこういった形で相談したい方いらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。